こんにちは、いちごタルトです。今日は岐阜県揖斐郡池田町にある大津谷公園キャンプ場をご紹介します。ここは岐阜県の無料でキャンプが楽しめるスポットになっています。近くにホームセンターなどもあるのでとっても便利です。それでは早速向かっていきましょう。すごい、山が近くて自然が豊かでいいですね。今日はお天気もすごくいいので絶好のキャンプ日和だと思います。さあどんどん近づいています。どんなキャンプ場なのか楽しみだな。到着しました。駐車場も無料で完備されています。なんと熊出没注意の看板がありました。ちょっと怖いけどみんな気をつけてください。今日は平日なのですごい空いてますね。こちらが炊事場です。無料だけどきちっと準備されていて綺麗ですね。はい、大きな橋があります。川も流れてるんですね。わあ、すごい綺麗な景色。この水のせせらぎの音がすごい気持ちいいな。今日はね、本当に空いてるけどすごい人気なスポットみたいで、いつもはすごい混んでるみたいです。トイレもきちんと完備されています。ここにも炊事場がありますね。たくさんあるの嬉しいな。さあ、木々がたくさん生えています。お、今日もキャンプしていらっしゃる方いますね。おー、土日はね、たくさんのファミリーで賑わうみたいです。で、ここはデイキャンプだけじゃなくて普通に泊まりのキャンプもできるみたいです。わ、なんかちょっとベンチがあったり公園みたいになってます。水も今少ないから遊べそうですね。ちっちゃい子とかいいかも。マップがありました。結構広いキャンプ場ですね。トイレも3つある。水が少ない時には渡ることもできるんですね。水もすっごい綺麗です。足つけたいな。夏は本当に気持ちいいだろうな。お、なんだろう、お茶かな。この辺りはイビ茶が有名なんですね。景色も見えます。さあ、ここは新しくできたバーベキュー施設です。まだ新しいから綺麗。1泊2000円で使えるんですね。ここは有料で予約が必要です。ここにもまたトイレがありました。おお、ここでもみんなキャンプやってますね。いろんなところにテント張れるところがあるんだね。さあ、ということで駐車場に戻っていきたいと思います。ここはね、紅葉とかも楽しめるみたいですよ。さあ、無料駐車場に帰ってきました。いいね、この水の音を聞きながらのんびりしたいな。ということで今日は大津谷公園キャンプ場をご紹介しました。とてもね、無料なんですけど設備も整っているので、よかったら皆さんぜひ一度訪れてみてください。ということで最後まで見てくれてありがとう。